今回は腐るダオラのフィギュアを使ってミニジオラマ作りやっていきます。まずはこんな感じのね、木を再現したかったんだけど針金が細すぎるってことで、一回作り直しました。で、途中でね、針金を切ってそれをね、こう裂いてね、今取り出してる最中だね、裂いて枝を作っていきます。で、できたのがこんな感じで、そしたら、これ石膏粘土かなを使ってね、木にね、肉を盛らせていこうと思ったんだけど、水分量が多かったのかなかなかうまくいかず、なんかベチャーってなったので、まあ、いつもの、ね、オーブン粘土を使っていくことにしました。やっぱこれマジで便利そしたらね、こんな感じの骨をね、再現したいということで、実際にはね、この骨があるのは水上なんですけど、まあ、水を作る、ね、技術はありませんということで、勝手に移動させてもらいます。そしたらこんな感じで、そのできた棒にあのうずらのね、あのフライみたいな感じに、はい、アルミをね、巻いてって、でその上からまた粘土を巻いていくと。はい、で頑張ってね、骨の質感をね、出していこうと思ったんだけど、バカむずいねこれちょっとあの指しかね、道具がないもので、そんな細かいね、作業ができなくてめちゃめちゃ苦戦した。うん、まあ途中でね、妥協して諦めたんですけど、まあ妥協したりしてはぼちぼち頑張った方じゃないかなってちょっと個人的には思ってます。そして1日乾燥させたものがこちらになります。ちゃんと固まっててね、いい感じになっております。そしてオーブンで焼いたものがこちらになります。やっぱりね、めちゃめちゃ質感良くなるね。うん、骨だね、骨。そしたらね、いつも使っている額縁と木粉粘土を使ってね、ジオラマの土台の方をね、作っていきます。骨を生やそうと考えているうちに大体で穴を開けて、そこにね、骨を植えていきます。そしたらクシャルダワラの配置も考えつつ、木を植えていきます。で、今回再現するマップが寒冷群島ということで、雪の再現をするんですけど、そこで使うのが砂糖ではなく、こちら。重曹です。ネットの情報によると、ボンド水に重曹を溶かしたものが、なんか雪の再現にいいということでね、ちょっとやってみたんですけど、水分量が多かったのか、なんかめっちゃシャビシャビになっちゃったので、ジオラマに直接重曹を撒いて、なんかいい感じにならないのかと思ったら、やらかしました。これね、自分からは見えない影響で、ちょっとどんくらい出てるかマジで見えなくて、めちゃめちゃこぼしました。でもね、結局いい感じにね、なったので、まあ結果オーライといった感じですかね。そしたら木の上に雪を積もらせていきます。ついでに骨の上にも雪を積もらせていきます。最後になんですけど、前回やって失敗した枯れ草みたいなやつを、木の周りとか骨の周りに植えていって、1日乾燥させて完成したものがこちら。いやー、どうです、結構雪感出てるよね本当にクシャルダオラが住んでそうな感じの氷雪地帯にね、なったんじゃないかなと思います。いや、初めてのね、雪の再現ということで、ちょっとね、うまくできるか心配だったんですけど、まあ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 、予想よりはうまくできたなといった感じでございます。まだまだね、モンハンのミニジオラマ作っていく予定ありますので、よかったらね、チャンネル登録して待っててください。それではまた次の動画で、バイバーイ。